デラーオヤジチャンネル。こんにちは、モデラーオヤジモデオです。本日も一緒に RC カーを楽しんでいきましょう。 X-Ray XP2、 今回はリアサスペンションとフロントアセンブリーの工程をやっていきたいと思います。カーボンダンパーステーの周りの切断面に瞬間接着剤を塗っていきます。瞬間接着剤がついた部分を間違って手で持ってしまいますとくっついて大変なことになりますので、こういった具合にウィングステーをですねビスで固定すると接着剤の部分を持つ心配がなくなるかなと思います。本来であればサンドペーパーで周りを削って平らにならすというような指示がありますが、私はそこまでやらなくてもいいかなと思いますので瞬間接着剤だけを目止めとして塗っていきます。カーボンの断面に瞬間接着剤を塗っていく前に一度パーツクリーナーで断面をきれいにしとくと瞬間接着剤が剥がれにくくなって良いです。接着剤を出してからノズルの先で塗り伸ばすというような感じでやっていくときれいに塗れるかなと思います。ロアデッキの写真を見ていきたいと思います。前回の動画でも言っていたようにデフが少しでもこう位置下げられるようにシャシーにこのくぼみがつけてありますね。それから縦のリブを入れてあってピッチング剛性ですね、そういったところも保つようにできていますし、このリアサスペンションがつくあたりに関しては角を削り落としてサスアームが下になる時にもですねクリアランスをギリギリ保たれるように設計されています。裏側を見てみますと左右がこういった具合に少し上側に曲がっていますけども、これは車体がロールした時に少しでもこの端が路面に接地しないように配慮がなされています。もし路面に車体が擦れてしまいますとそこで抵抗が発生して思わぬ挙動を生んでしまうので、そういったことを予防するために少し上に跳ね上がっている形状になっています。サスアームに関しましてサスピンのところをストレートリーマー通すかどうかなんですけども、一度サスピンを刺してみると分かるんですけども、インナーアウターどちらもですねスムースに動きますのでリーマーを通す必要はないかなと思います。サスアームを組んでいくにあたりカーペットモデルに関しましてはここに2ミリのシムを入れるように書かれていますが、これどこにあるパーツなのかなって探せない方もいるかもしれませんけども、サスペンションアームもこのシムも同じ番号なんですね。ということはなんとここにサスペンションの内側にですね一緒に樹脂成形してあります。これはサスペンションアームのここからですね切り離して使う必要があります。それからサスマウントに関しましては穴が貫通しているものと貫通していないものがあります。これ使い分けですけども、穴が貫通していないものをサスペンションのインナー側に使うものになりまして、こちらの穴が貫通したものはアップライトに入れるためのプッシュとなります。説明書のイニシャルセッティングに合わせていくためには1番の刻印があるものでなおかつ丸の位置が角にある方を使っていきます。こちら X-Ray のかっこいいロゴがね入ったサスマウントですね。これをロゴがない方からブッシュを入れていきます。穴位置が内側でかつ下側、刻印のないサスマウントですね。こちらはですね説明書にも書かれているんですが少しこう角が削れている方と角張った方がありまして、角が取れている方からサスブッシュを入れていきます。こちらもイニシャルセッティングとしては内側の下側、内側の下側、ここに穴が来るようにセットします。ここは金属同士になりますからネジ止め剤を塗っておきます。こういったところもね完璧ですね。中途半端なメーカーとか中途半端なモデルになるとこのサラビスを差し込んだ時にちょっとねはみ出ちゃうようなサラビス加工のものがよくあるんですけども、さすが X-Ray さんは全くこう飛び出ないですね。サスアームに関しましてはここに LR の刻印がありますので、左右分からなかった場合はここの刻印で見極めてください。スタビライザーの取り付け位置が車体の前側に来るようにセットしていきます。長いサスピンを入れてからサスアームから切り取った2ミリのシムを入れてシャシーに取り付けます。
かりとサスピンを差し込んで、 X レールのロゴがあるサスマウントですね、こちらは後ろから取り付けます。同じようにネジ止め材をつけたビスで固定します。組んでみましたけども、左側に比べますとこう右側がねかなり渋いような動きになっていまして、こういった時はちょっと前後のブッシュがしっかりと奥まで入っているかどうかを確かめると、ここの接触している部分がちょっとこうきついと思いますので、ブッシュがしっかりと奥まで入っているかということをチェックして、サスピンの渋さはないようなので、ここの断面を少しちょっとカッターなんかで削ってあげるとサスアームスムースに動くようになると思います。これでスルスルと動くスムースなサスペンションアームになりました。続いてリアアップライトを組んでいきたいと思います。内側に大きい方の青色のシールベアリング、外側には黒いシールベアリングを入れていきます。それからサスブッシュに関しましては真ん中で内側、こういった状態で差し込んでいきます。真ん中で内側、ビスを入れてアルミのスペーサーを追加していきます。ここはネジ止め材をつけておきます。イニシャルセッティングはこの突起がある方を内側に向けて取り付けをします。ちなみにこの XB2 のリアサスアームはガルアームというストレートではなく外側の部分が少しこう上を向いているような形状をしています。これに伴いアクスルシャフトの車軸に近い位置までサスピンの位置を上に上げるようになっています。ユニバーサルシャフトを組みますが、先にこのピンと中に入るパーツに対してグリスを塗っておきます。それからスイングアームの外側と内側にもグリスアップしておきます。外側のアクスルに関しましてもこうちょっと一度グリスを塗ってなじませておくと良いかなと思います。このパーツは抜け落ちないように芋ネジで留めることが多いと思いますが、この穴が90度上に向くような状態にして、こちら側も穴の位置を合わせてあげて、そしてピンを入れていきます。でしっかりとこちら側まで出てくるような位置に差し込みます。ピンがどうやって抜けなくするのかと言いましたら、ベアリングのですね内側に入れることによって抜け落ちないというような仕組みになっています。ちょっとやや不安が残りますけどね。そして脱落防止のピンを差し込んでから、厚みのある六角ハブを取り付けてしっかりと押し込んであります。そしてここは 1.5mm のヘックスドライバーを使って固定します。この六角ハブがあることによって外側に抜け落ちないので、ここに刺したピンも抜けないというような仕組みになっています。もしちょっとグリスが多めについてしまったら拭いておきます。こちら同様のものをもう一つ作っておきます。それからターンバックルシャフトを組んでいきます。最初はちょっと軽く手で入るぐらいのところまで入れておきましょう。レンチで掴むところの短い方が正ネジになっていて、長い方が逆ネジになっています。このレンチを入れるところに関しましては、タミヤ製のものだと小さくて掴めませんので、3ミリのレンチで掴むようにします。どの辺までねじ込むかと言いましたら、ほぼほぼこのねじ切ってある部分が見えなくなるところまで入れまして、この間隔が36ミリになるところまで締め込んでおきます。同様のものをもう一つ組んでおきます。前回組んだギアボックスですけども、組んだ後にスムースに回っているかね確認しておきましょう。それからもう一つ大事なのはこのスパーの回転ですね。回転させた時にこんな風によれて動くような感じがもしありましたら、スリッパークラッチがうまく組めていない可能性がありますので、ここはチェックしておきます。やっぱりなかなか精度がいいですね。 X レイはしっかり組むと全くブレがありません。瞬間接着剤を塗ったショックステーを取り付けていきます。上側は短い10ミリのビス、そして下側は16ミリの長いビスになります。ウィングステーを取り付けますが、今回はちょっとよくセッティング分かりませんので、ミドルという真ん中の位置で穴を止めていきたいと思います。ウィングステーに関しては特に左右はなさそうですね。
ショックステー、ウィングステーを付け終えたギアボックスをシャシーに取り付けていきます。やっぱりこういうのもカチッとはまる感じがしますね。合計6本のサラビスで固定をしていきます。ボールエンドにピロボールを差し込む方法ですが、結構こう差し込もうとしても硬いですし、ペンチを使うと傷つけてしまったりしますので、スタビライザーをつけるところの樹脂パーツですね、ここの穴の部分がスポッと入りますので、このパーツに負荷をかけるのではなく、あくまでピロボールが倒れないために差しています。ボールエンドをかぶせてから指で押しますとちょっと痛いので、少し面積が大きく両手で押せるような状態にしてから、ちょっと体重をかけてまっすぐ下に押し込みます。そうしますとね、このようにピロボール差し込めると思います。で、差し込んだ後スルスル軽い力で動くかどうかは確認しておきます。はい、このパーツを取り付けていきます。ネジ穴は内側ですね。このギアボックスのここのネジはこちらも取り付けてから最後の増し締めをした方がいいと思います。ですからこちら側のネジをつけるまでは片方だけきつく締めちゃうと樹脂のパーツが歪んでしまいますので、両方つけてからしっかりと前側も締めていきます。このようにある程度締め付けができてから前側のビスも締めていきます。リアのアップライトにアッパーアームを取り付けていきます。テーパー状になったスペーサーを先に入れてから通常のスペーサー 2mm を取り付けます。ドッグボーンの先端にグリスを塗っておきます。ちょっとこう少し動かしてグリスをなじませるといいかなと思います。サスピンを差し込んで後ろ側に 2mm と 1mm のスペーサーを入れておきます。そしてアップライトを取り付けます。サスピン脱落防止用に後ろからも小さいビスを取り付けておきます。アッパーアーム内側につきましては、テーパー状のスペーサーを径が小さい方を上側にして取り付け位置は内側にします。それではここからは袋詰め4番フロントアッセンブリーという工程に入っていきたいと思います。アルミのシャシーに対しまして、こういった樹脂パーツで補強していきます。8ミリのサラビス3本で固定します。続いてこちらのパーツを取り付けます。前3箇所に関しては8ミリのサラビスで固定をします。ここ2箇所に関しましては10ミリのサラビスです。ここは長さを間違わないように取り付けます。このフロントの両脇にカーボンのステフナーを取り付けていきます。このカーボンのパーツも周りは瞬間接着剤で目止めをしてあります。8ミリの鍋ビス3本で固定します。カーボンステフナーの上からこういったサポートパーツを取り付けます。上下形が違いますので、突起がある方を下にして18ミリのサラビス2本で固定をしていきます。続いてステアリングワイパーを組み立てていきますが、ダート用とカーペット用組み方が異なっていきますので、説明書をよく見てパーツの方向に気をつけて組んでいきます。これベルクランクって呼ぶと思いますけども、特に左右はなさそうです。外径4ミリ内径3ミリのボールベアリングを取り付けます。これは裏側にも同じものを入れますね。
反対側も。1ミリのシムを入れてからこの下から入れていきます。このシムを入れ忘れると動きが渋くなりそうです。そしてまた上からも1ミリのシムを入れます。ここでパーツの向きに注意ですね。まずちょっと少し垂れ下がっていますので、下がっている方が下になり、突起が出ている方が車体の後方になりますし、ネジの取り付け穴ですね、これはこの突起のこちら側の穴を使っていきます。こういった状態ですね。一度しっかりと締まるところまで締め付けます。そうしますと動きがちょっと渋いんですね。説明書にありますように、しっかりと締めた後に3分の1回転緩めるというような指示になっております。約120度緩めます。このように後から緩めますとスムースな動きに変わります。青いラバーシールのボールベアリングを上下に取り付けます。このボールベアリングにつきましても、オイルをあらかじめ注油しておきました。フロントサスペンションのアームがつくこのホルダーがありますけども、こちらをですね、先にベアリングを取り付けましたら、アルミ製と思われるステアリングポストを差し込んでいきます。ビスで固定をします。ここ円ではなくなっていますので、この向きを合わせないとここにうまく入りません。フロントサスペンションを取り付けるマウント、ここにビスを入れてから、ステアリングワイパーが抜け落ちないように下から手で押さえつつビスを固定していきます。はい、ここまで組み上がりましたら、こう軽く動いているかね、チェックをしておきます。それでは本日はですね、ここまで組み上げてみました。次回はフロントサスペンションオイルダンパーの組み立てをやっていきたいと思いますので、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。